そうですね、非常にいい雰囲気ですね。その中で日本代表は世界最高のフランス代表とアウェーゲームを戦うことができます。そしてこれが日本代表2002年ワールドカップに向けて2001年の21世紀の初戦ということで、はい、本当に楽しみですよね。はい、後で、ね、紹介できると思うんですけども、システムも多少違いますし ね、 そうですね、練習でもかなり気合入ってましたので、日本イレブン本当期待していいと思いますね。先ほどこの中田秀俊の名前がアナウンスされた時には一層高い声援がこのサンドにスタードフランスに流れました。何しろ98年のフランスワールドカップの決勝、その舞台です、はい、そうですよね。本当にここに立てる我らが日本イレブン、なんだか取材していても羨ましい気がついてしまったんですが、はい、選手も楽しみにしていたと思いますよ。はい、さあ間もなくキックオフを迎えます。レ・ブルーことフランス代表イレブンはいつものブルーのシャツ、白のパンツ、赤のソックス。一方我らが日本代表イレブンは白のシャツ、ブルーのパンツ、白のソックスです。前半のキックオフです。フランス対日本です。画面向かって左側にエンドを取ったのが白のユニフォーム、我らが日本代表です。フランス代表は今カンデラがボールをキープ、センターバックはルブフとデサイです。そのデサイがボールをキープした。さあ中央で下がったポジションでここはデュガリーがつないできます、バックスタンド側。さあそれではまずホームのフランスのメンバーをご紹介します。ゴールキーパーはバルテズ負傷のため1番のウルリフラメです。4バック2番のカンデラが右、3番のリザラズが左、そして中央は8番のキャプテンマークでサイと18番ルブフです。中盤が7番のロベールピレス、9番のラムーシ久々代表復帰、10番のジデンリーヌ・ジダン、危険な男は今日もいます。そして17番エマヌエル・ピティ、2トップ12番のティエリー・アンリと21番クリストフ・デュガリーです。フランス代表が序盤からボールキープ、デュガリーは例によって下がったポジショニングでボールをキープします。小兵リザラズに対して伊藤照義、バックラインで回してきますフランス代表です。さあ我らが日本代表イレブン、フランスを相手に戦うメンバーをご紹介します。ゴールキーパー18番の奈良崎聖剛、名古屋グランパス8、3バックです。キャプテンマーク3番の松田直樹、横浜 F マリノス、4番の森岡隆三、清水エスパルス。アジデディンジさんボールをキープした。しかしここは稲本対応です。メンバー紹介続けます。6番の服部俊博、ジュビロ磐田、中盤がそのジダに対して今ボールを奪いに来ました5番の稲本潤一、ガンバ大阪、中田秀俊、ローマです。それから10番七海博士、さあジダが中央にクロスを入れてくる。しかしここは中央松田です。キャプテンマーク松田がクリアをしてきます。プレーを的確に切ってきました。風間さん、そうですね、まあ、本当に今中で落ち着いてますけども、あと少しねピッチコンディションがね少し良くないんですよね、はい、ここを気をつけたいですね。メンバー紹介続けます。12番の明神智和、柏レイソル、15番の伊藤照義、清水エスパルス、14番の中村俊介、横浜 F マリノスです。そしてワントップエスパニョールで西澤明憲、スペインからこちらにフランスに直接合流して日本代表久しぶりの合流です。リザラズクロス入れてくる、場内ジズーコール、中村俊介はディフェンスのポジションです。そしてコーナーキック、この試合初めてのコーナーキックです。フランスはセットプレーね、いいですから、ここをしっかりね立ち上がり防ぎたいですね。エマヌエル・プティです。雨が上がったばかりのサンドにスタードフランス、ショートコーナーです。うっと転びながらピレスですが、そのボールをカットした中田秀俊、中田まだキープ、ジダンの前をかすめるようにして森岡に託した。そして前へ水が浮いています。跳ねます、明神です。そしてスーッと伊藤照義、西田も動く、中田が前に上がってきて、中田ダイレクト、ここは伊藤照義にはわずかに合いませんでした。途中になりましたが、日本のメンバーサブスティテューションはご覧のようなメンバーになっています。遠征しているメンバー全員が今日はベンチ入りをしています日本代表イレブンです。フィリップ・トルシエ監督の名前がこの場内スタードフランスで告げられた時にも大歓声に包まれました。さてその日本のフォーメーション、先ほど風間さんからも一度話題に触れていただきましたけれども、ご覧のような形であろうという予想フォーメーション、またゲームの中でも解説いただこうと思いますが、これについて西田はワントップという選択をトルシエ監督してきました。あとアンリだ、ティリアンリがボールをキープします。高いポジションです。ここからでは同トップ、カンデラも上がってきています。しかしこれはゴールキックに変わります。途中になりましたが日本のフォーメーション、はい、風間さんワントップです。そうですね、ワントップでちょっとその後ろに中田を置いて、真ん中の、まあ、今までダブルブランチと言われたポジションに3人置いてるんですよね。そして両サイドはいつも通りのウィングバックということなんですけども、ですからね必ず2トップが開けた、あるいは2トップじゃないです、1トップが開けたところに中田が入る、あるいは後ろから七海、
そして、伊藤ですね、飛び出してくるということですよね。昨日のこのサンドに同じ会場スタッド・フランスのピッチを確かめるようにして行われた日本代表のトレーニングでもそのあたりトルシエ監督は入念に今までなかったですが、あそこまで手あ掴んだ、後ろに一旦返します。デュガリーです。クリストフ・デュガリー、中央にアンリです。その向こう側にはピレスも上がっている。ズダンです。二人がかり、森岡抜かれた。デュガリー、さあここは明神が下がってディフェンス対応です。デュガリーは少しマイナス気味に中央にボールを入れる。ラムーシー胸で落とした。ここはナナミ抜いていく。久々代表復帰のサブリ・ラムーシです。パルマの選手、バックスタンド側、もう一度形を、ね、はい、整えた方がいいですね。カンデラがクロスボール逆サイドに振ってきます。デュガリー、リザラーズがオーバーラップの形をテイクで見せる。中田のカット、いいですね。この後ですね、はい、伊藤照義後ろからスライディング、これはファウルです。今もね、はい、あの中田が下がったんですけども完全に、ね、中盤の選手下がりすぎて、しかも中田あるいは西澤まで下がってくると今度はボールを奪っても、ね、次に進めないんですよ。ですからこれのうまく形を、ね、整えながらディフェンスをしていきたいですよね。西澤に放り込んできた。中田、これはラムーシのカット、そして後ろからこれはロベル・ピレス、アンリー、ティエリ・アンリー、ジダン、ジダンに対して稲本がすぐスッと寄っていく。この今のディフェンスいかがですか。そうですね、まあ、ディフェンス自体は、ね、非常に良かったですけども、はい、やっぱり次段というのはあの左サイドが多いんですけども自由に、ね、前向きでもらう姿勢がすごく上手なんですよ。ですからできるだけボールを触らせないということは、ね、大切なことですね。その次段です。かなりピッチを広く使っているように序盤戦見えます。リザラズ立ち上がりのすでに5分は経過しています。まもなくロックになるところ。ここはカットした。ナナミ、あっとラムーシのスライディングが入りました。序盤のしかしフランスの出方に対して日本のここまでの対応という序盤戦の日本はいかがですか。あの、ね、特に後ろの方ですね、あの3人のディフェンスラインと中盤、これが1つにならずにちゃんと中盤は中盤のライン、ディフェンスはディフェンスのラインでしっかり守ってますんでね、それほど怖くはないですけども、はい、これね全体があまり下がりすぎますと今度は自由にやられてしまうということがありますんでね、前線をいかに前でプレーさせるかということを1つあの今日のポイントだと思いますけどね。明神です。ここはリザラズが前、デュガリーに縦に送ろうとしたボール、明神が的確にカット。先日ここで同じようにして行われましたフランス代表対ドイツ代表の時にも場内は何度も何度もウェーブが起こる、もう大歓声の中でプレーが行われましたが今日も同じ状況になってますね。そうですね。中田です。中田英寿逆サイドへ、さあ斜めが上がっている。しかしここはカンデラ、今の攻撃なんですよね、あの、はい、右サイドでためを作って西澤が少し右サイドに開けたスペースに後ろから斜めが飛び込んでいくと、これが一つ狙いなんですね。3人を中盤の真ん中に揃えたっていうのはただディフェンスするだけじゃなくて後ろから飛び込んでいくもう一人のストライカーを作るという意味ですから、そういう意味ではね今のような攻撃どんどん繰り返してもらいたいですね。リザラズ、デュガリー、ダイレクト、ジダン、稲本、いいディフェンスですね。もう一度リザラズ中央に絞ってきます。サブリラムーシ、さあ前にプレスもいますが、アンリー旗は上がっていない。ディエリアンリーサイドネット、これがアンリ。そうなんですよ、あの最終ラインを上げたとき気をつけなければいけないのは彼のスピードなんですよね、はい、あの背後にスペースを作ってしまうと、まあ、彼のスピードが生きてしまいますんでね、ここをどうカバーリングでカバーするか、あるいはどこのラインでねあの最終ラインを止めるか、ここ一つのポイントでもあると思いますね。この選手速いですからね。西澤です。西澤はこの位置で受けています。そして伊藤照義弾かれた、キティが弾かれてしまいます。またアンリーにボールが渡っている。稲本来る、そして伊藤照義奪いに振ります。アンリー、リザラズ、緩急をつけるフランス代表です。デュガリー、キティ、ここはデサイ、中田が行く、うん、ルブフ、カンデラに西澤を追い回します。ルブフ、ルックアップ、あのね、ディフェンス前ですごく積極的にいいんですけども、はい、やはりフランスの選手ね本当に一人一人自信持ってやってますんで慌てないですよね。クリストフ・デュガリー、明神です。フティがすぐそばにいる。中央へピレスが上がっている。ヘッドで流してくる。ピレス切り返す。まだ打たない。森岡対応する。松田ペナルティーエリアの中、ペナルティーキックか。これは PK だ。切り返して、ね、もらってくれてね、ラッキーだなと思ったんですけどもね。いやー、松田が PK を取られてしまいました。今のシーンです。ここ切り返しで取り外されましたね。この後ですね、あ、行ってしまいましたね、手でね。
あのね、どうしてもねピッチが滑るんで止まれないんですけどもね、あの辺慌てずに、要するにシュートコースだけをね抑えてディフェンスをしていかなきゃいけないですね、これからね。さあジネリーヌ・ズダン、早くも見せ場、奈良崎どうする、ジダン行った、読んではいたが止められなかった、1対0フランス代表が先制です。奈良崎読んでましたけどね、しっかり。ジネリーヌ・ズダン代表 A マッチでは17ゴール目、先日のドイツ代表との試合に続くゴールです。1対0フランスが先制、ジダンの PK、 本当に奈良崎も方向を読んでいましたが今のシーンです。そうですね、ちり読んでましたね。1対0ホームフランスがジダンの PK で先制しています。パリ近郊サンドニのスタートでフランスから衛星中継でお伝えしています。フランス対日本、立ち上がりに思わぬ形で先制点を許してしまいました日本代表です。2001年の初戦です。フランス代表の胸を借りる形の日本代表、中田英寿が久しぶりに A 代表のこのイレブンに戻ってきています。バックスタンド側からナナミが入れてきます。この時間帯は風間さん、ナナミが向こう側、はい、そして中村俊輔が比較的中央寄りというふうに変わってきていますね。そうですね、まあ、ある程度ポジションチェンジをしないと、はい、やっぱり、ね、中盤が非常に厳しいですよね、相手のディフェンスが。ですからその辺で混乱を逆にさせてボールをもらおうということだと思うんですよね。この辺のポジションチェンジ別に問題ないと思いますよ。そうですか、はい、デュガリー下がった位置からロベルピレス、ナナミが追っていきます。ジダン、このコントロール、ピレス中央にアンリー、そして手前側にはデュガリーがいる、アンリー、おっと奈良崎成功が取れませんでした。2点目が入りましたフランス代表です。思わぬ形の失点です。奈良崎成功脇を抜けてしまいましたけどね、この辺なんですね、非常にスリッピーなグラウンドですから、はい、まあ、気をつけたい、分かってると思うんですけどもね。ただね、ここのアンリーの飛び出し、これどうでしょうね、今日アンリに、要するにアンリと横に並ぶよりも一つ下げて縦の方向から切っていく方がいいかもしれませんね。それじゃないと走られますよね。それにしても今痛恨のプレー、ロベールピレスから最後、はい、アンリに送って、そして最後奈良崎成剛が、この奈良崎がこういう形で失点をしてしまうとは。あの、ね、やはりグローブが滑るんですよね。あ、前半の13分です。ティエリアンリオシュート、奈良崎がつかみきれず2対0、フランスのリードが2点と広がってしまいました。もう奈良崎ここはね忘れて、はい、プレーをもう一度ね立て直すべきですね。さあここは森岡です。うっと、これはトレゼクがどういった形になったのか、西さんを詰めていきます。遅くなりましたが今日の審判団主審はスイスのディーター・ショッホさん、副審もどちらもスイスの方、ピースさんとギガーさん、第4審判はフランス人の女性のレフリーです。ビエンノさんが第4審判に入っています。2対0フランスが2点リード、日本は2点のビハインド、序盤のまだ間もなく15分になろうかというところ、西澤、伊藤照吉、さあ稲本上がっている、稲本に対してデサイと、稲本デサイ、深い深いですね、タックルがね。プティ、中田、デサイ、ピレス、先ほどのピレスからこのアンリのホットライン、一旦返してカンデラです。今服部はね、はい、あの段階でアンリにつきましたけども、やはり彼を起点にね攻めてきますんで、ここはね今のようにどんどん抑えに行くべきですね。一旦ラムーシがゴールキーパーラメに返します。あとはね、西田があんまり早く動きすぎますと他の選手が空いているスペースを見つけて飛び出していくのは難しいんですよ。ですから西田を一つね、やっぱり中央の位置に置いて、そこの空いたところに後ろから選手が飛び込んでいくというやり方がいいですね。それじゃないとポジションチェンジはこれ、今西田ここで受けました。そうですね、ポジションチェンジというよりもこれフォーメーション完全に崩れてしまうんで、ボール取られた時怖いですよね、はい、西田は従って今のご指摘、なるべくゴールに近い位置で我慢して張っていった方がいいという。そうですね、中央の位置でいいですね、その方が深い、要するに、最終ラインを下げることができますんで、中田、これはスペースができるんですよね、はい、ルブフです。ジダン、先ほどもデュガリーへピンポイントパスがありました。アンリー、ラムーシー、ダイレクトで簡単につながる、ピレス、日本踏ん張りどころが早くも序盤から来ているかもしれません。サポートと押し上げは見事ですよね。カンデラ、ジダン、胸で落とす、これはキーパー奈良崎です。ほとんどのフランスの攻撃無理がないんですよ。前向いてる選手をどん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 使っていく、自分が後ろ向きだったらどん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 前向きの選手に渡して、そしてまたいい体勢になってボールをもらうと、この繰り返しなんですけど、この判断が非常に早いですね。デュガリー、これも明神から中田英寿へのパスが通らなかったことから相手にチャンスを与えてしまいましたが、あ、これはリザラズ、タッチを出ています。このピッチコンディションに
かなり日本代表苦しんでいるようにも見えるんですがいかがですか。そうですね、それとあの先ほど言いましたようにフランスとは逆にその非常に苦しい体勢でもらってますよね、元々が、はいはい、中田低い位置です、ゴールには遠い位置、スライディングでここは西澤が火星には行ったんですが低い位置です、いわゆる5位から遠い位置ですから今もね中田が前向きでドリブルした時に西澤が下がるんではなくて前に引っ張って逆に相手の背後を狙うぐらい、あるいは相手のディフェンダーを連れて遠いところに行く、そういうやっぱり発想が必要です。今いいですね、西田の相手の背後を狙いましたけどこれでスペースができるんですよ。そして明神も相手の最高峰のラインと勝負をしています、はい、そうなんですね、ですからあの相手方向に走る動きは無駄じゃないんですね、ボールをもらうだけがいい動きじゃないですから。ただここは3バックバックラインでの回しになっています、森岡から今服部です、中田簡単につなぐ、さあここは七海がまた向こう側に張っています、中田秀俊足元のパスを選択、ここもラムーシ、久々代表復帰のラムーシがどうも効いているように見える、あ中田が詰めてくる、プティセリアのパルマでプレーするサブリラムーシ9番、こちらはヴァンサンカンデラローマ、中田秀俊のセリアでのチームメイトです。日本ボールのスローインです、中村俊輔目で探す中田へは、これはカンデラがカット、ローマの選手同士のマッチアップです、西澤、さあそして稲本ロングシュート狙う、プティに当たる、変化したボールデサイコントロール、デュガリー、リザラズ、ただ今のねトライはいいですね、はい、それからもう少しね相手を一度押し込んだ時にはサイドの広いスペースを使ってね、日本特有のやっぱり1対1のスピードであったりコンビネーションで崩していきたいですよね。俊介抜かれる、ヒレス、七海だ、いい読みでしたね、白いユニフォームが泥まみれです、しかし一段七海対一段強いですね、ラムーシ、中田秀俊が全体をコントロールします、指を指す、リザラズ、こちら側にデュガリーです、明神が行く、プティ、一つ一つパスの出所を潰してはまた次が出てくるというような日本代表はそんな気持ちかもしれません。そうですね、その前に球回しボール回しが早いんで、はい、要するにプレッシャーをかけた時にも簡単にかかってしまうんですよね、はい、ここは森岡のヘッド、伊藤照義、ジダンが来る、中央にアンリ、近いところデュガリー、そのデュガリーにボールが出た、中央アンリは張っています、森岡どうでしょう、コーナーキックです。そしてやはり、ね、フランスの選手を見てもらいたいのはとにかく前を向く姿勢があるんですよ、日本の場合のように落とすところを探すんじゃなくとにかくできれば前を向くというここですね、ここが今のところちょっと差になってますよね。ジダンのコーナー、またショートコーナーを使ってくるフィレス、ジダン入れてくる、スローインに変わります、フランスボールのスローイン、ここは明神のヘッド、これも後ろにジダン全員下げさせられてしまってますよね。もう一度コーナーキック、中田がリザラズの 出花をくじこうとして足に当たったという判定、松田も踏ん張りどころ、さあまたしてもジダン水浸しのピッチです。ここ、ね、集中して追加点はねもうやれないですよね。ヘッド、さあこのコントロール、ナナミ、リザラズ、プティ、ジダン、プティ、数が足りない、センターに行く、飛び込んだのはデュガリー、それに対して服部のディフェンスです。今は本当奈良崎よく飛びましたけども常に一人が空けたスペースに飛び込んでくるんですね、どん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 後ろから出てきますんでここのマークを ねしっかり捕まう、これ非常に今日は難しいと思いますね。今度はコーナーキック、こちら側プティが蹴ります、ゴールから逃げていくボール、ニアサイド、森岡飛んだ、リザラズ、ルブフ、そこに七海が前線に蹴出しました、ハンデラ、中村俊輔、これ一度上がった後ね飛び出してくる選手しっかり捕まえたいですね、アンリ、いや今の前出てっていいんですよね、ここはどうだ、服部、しかしデュガリー、デュガリー、デュガリー変化をつける、奈良崎です。前半のまもなく21分、2対0が続いています。最終ラインが、ね、少し怖いんで、はい、アンリのスピードですね、ですから全体が下がりすぎてしまうと今のようにスッとね中央の位置から自陣に引いてアンリがボールを受ける、そうなるとどんどん後ろの選手が出てきますんで、とにかく起点を作らせないということをね、もうここはねディフェンスとアンリの駆け引きですね。リザラズ、そのアンリ、ジダン、アンリ、
3対1の状況、アンリ1人に3バックはどう対応するか。さあここはバックスタートからシュート、ピレスが向こうにいました。2対0フランスの2点リードが続いています。パークックです。ヨーロッパ各地のビッグクラブのスカウトもおそらくこのスタードフランスで見つめているはずです。果たしてどんなアピールを中村俊輔、かなり遠くに行ってララビ、これ得意のパターンですけども、今日ボールが湿ってますからね、ボレーしっかりミートしないとね、今のようになりますね。フランスのリードは2点、2対0、日本は立ち上がりから早くも苦しいリードを相手に与えてしまっています。本当にこのサンドニュースタードフランスからお伝えしていますが、風間さん、このピッチコンディションが恨めしいというか恨めしいですね、はい、ただしフランスの選手はきっちりそれをコントロールしてますし、はい、無理な体勢じゃないんですよね、ボールを扱うときが。この辺がやっぱり洗練されてるなということを思いますし、本当にいい相手だなと思いますね。この頃このフランス各地でも洪水の被害というニュースが伝わってくるくらいで、パリはそれほどでもないんですが、かなり不安定な天気が続いています。先ほども雷を伴うような激しい雨でしたね。そうですね、あとね、チーム戦術といえば、ね、見てもらいたいのは、はい、両サイドですよね。フランスの方は両サイドがしっかりアンリのラインに並んでるんですよ、はい、完全に張ってますし、そしてアンリも、ね、中央の位置を動かないんですね。この原型からどん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 スタートしていくんでね、なかなか捕まえられないし、逆にどこがスペースが空いてるかっていうのは簡単に見つけやすいんですよね。このボールはフランスの選手はアンリ、それからデュガリーが行こうとしたところ、3バックプラス1の形。日本の2001年初戦アウェーゲームシリーズのその始まりです。大事な試合、フランス対日本をお伝えしています。日本の方はね、やはり両サイドが下がらなければいけない状態になってますよね、はい、ですからここね、フランスの両サイド高い位置で保ちたいんですけどもね。風間さんはこちらフランスに取材にいらっしゃって、はい、そのずっと日本代表をご覧になっている段階から、はい、鍵になるのは両アウトサイドの選手がいかに高い位置でプレーできるか、はい、それをずっと力説されていますが、今日ここまではそうですね、もう今日は完全にフランスの方にその高い位置というのは捉えてますね。西澤です。西澤伊藤照吉、しかしここはリザラズ、小兵同士のマッチアップ。俊介、ここはプティ、リザラズ、徐々にでも形ができてきてき始めているようにも見えます。あ、ジダンだ、危ないぞ、日本代表、ここは守れ。ジダンからバックスタンドがピレスがまた来る、手前側アンリ打ってくる、しかしここは服部のディフェンスです。まだあるピレス、ナナミ、泥まみれ、フランスボールのスローインです。フランスのスローインからリスタート、ジダンが入れてくる、日本ここもしのがなくてはならない局面です。カンデラ、手元の時計は前半の間もなく27分、ここで笛が鳴る、フランスボールだ。嫌な位置のフリーキックですね。服部もそして七海も泥まみれになりながらのディフェンスです。ですがここまで、ね、簡単に言うと初めのフォーメーションがありますよね。その通りそれぞれがそのポジションに配置しっかり配置をしてプレーしてるのがフランスなんですよ。完全に自分たちのフォーメーションではないフォーメーションで戦っているのが日本なんですね。ですからそういう意味でも鍵になるのは両サイドをいかに高い位置で保てるか。要するにそうするということは全体がきっちりした位置で、ね、プレーしなきゃいけないんですよ。さあまずはここをしのいで、そしていかに自分たちの形に立て直すか。ジダンかピレスか、カンデラも嫌な動きをするが、ジダン直接は狙わない、ね、デュガリー折り返す、アンディシュート、これは枠を外れた、助かった日本代表。こういう形で遠いサイドに合わせて落として中開けたところですね、シュートと。日本代表相手に容赦なく牙を向いてきますフランス代表です。2対0、フランスの2点リードが続いています。どんなメンバーで来るかも注目された今日相手をする対戦するフランス代表ですが、このメンバー自体はほぼベストメンバーという申し上げ方をしていいんではないかと思うんですが、そうですね、それとやっぱりね、本当に完成度の高いチームだなと思うのは、それぞれが役割を分かってるんですよね、しっかり。ですからアンリを中央に置いて両サイドを張る、それでのチャンス、西澤ですね、1対1ですね。さあそしてサポーター中田秀俊、スライディングルブフ、笛はない、中田バースト、もう一度中田、西澤どうだ、これはクリアした、決定的なチャンス。
しそうにダメだ日本、ね、ここはテクテンならず、まだあるまだあるまだあります。明神森岡、これはどうだ、タッチラインに見送らざるを得ないところ、いや惜しかった風間さん、素晴らしいシュートでしたね。もう一度ご覧いただきます。西澤はここルブフォー、これいいですね、1対1、はい、向かっていってね、そして中田このシュート、これねコース空いてるとこそこしかなかったと思うんですけども、デザインが来てますんでね、はい、ただいいとこをしっかり狙ってね落ち着いて蹴りましたけどね、ちょっとこれ運がなかっただけですよね。前半の29分、中田英寿本当に惜しいシーン、決定的なチャンスだったんですが、ゴールポストに阻まれてしまいました。まあ、さてピッチ上、そうですね、はい、ルフンが治療で一旦アイシングしてプレーが中断しています。依然として2対0フランスが2点リードが続いています。の形巧妙は見え始めている。ただ問題は序盤に西田を消している、西田は中田英寿、さあ伊藤輝義連動する、2人上がっている、向こう側に流れたのが伊藤輝義、近いところに西澤です。でこの形なんですよね、西澤が空けたスペースに2列目から飛び込んでいくと、まあ、いい形ができましたけどもね。しかし中田のボールキープにルガリーが、この激しい水しぶきの上がる攻防、中田がピッチの上を泳がされるような格好になってしまいました。さあ中田英寿、中村俊輔が連動して上がっている、七海もいる、中央七海、そして西澤、枚数は足りた、問題はボールキープ。リザラズからバックパスを、これはダメです。これ今日本のね、あの中盤でのプレッシャー良くなりましたんで、ここもとにかくね、あの積極的に攻めてもらいたいですね。ここ2プレーは本当にそうですね、日本代表、はい、相手の最終ラインにプレッシャーをかけてくる。これは少しパスが長くなってしまいました。今ずれましたけどもね、はい、今もやはり練習している形ですよね。センターフォワード、そして中盤の上がり目の選手が上げたところに2列目から飛び込んでいくということですね。シルベストル、ですから七海が飛び込む、あの伊藤が飛び込むと中央にね、その形ができてきましたんで、今は日本が本当にいい形を持っていくということですから。プティが上がっている、手前側に一段、これは長い、日本にはラッキー。ちょっと一段もね、あの計算狂いましたよね、ボールが止まるかなと思ったと思うんですけどもね。できることなら本当に素晴らしいピッチコンディションでこの両者の久しぶりの対決を見たかったところではありますが、まあ、これもサッカーですから。そうですね、ただね、あのピッチ悪いですけども、はい、あのしっかりねどちらも自分たちのやるべきことをやろうとしてますんで、面白いゲームになってますよ。見ていてこう何か気持ちいい感じがいたしますね、はい、サッカーも早いですしね、はい、そうですね、はい、松田がスルスル上がってきます。フランスの最終ライン下げないんですよね。あ、そうですね、高い位置センターサークルの際のあたりに4人のラインが出来上がっています。画面の右端のあたり、ブルーのユニフォーム、4人の縦のラインがお分かりいただけると思います。中田一つする、七海デサイの壁、デサイそのまま上がる、ジダン、デサイまだ上がる、アンリーよく見てますよね、ジダンは。デュガリー、伊藤輝義と明神が距離を置いて対応する。デュガリー逆サイドに振る、ジダンがフリーの形になっている。後ろから中田、ジダン、七海が寄せる、向こう側から上がってきている。これはクリアス、えぐってくる、ハットリーがクリアしたボールはちょうどジダンの足元。ジダン、中村俊輔もディフェンスが忙しい。ジダンはカンデラ、相手がいつ取りに来たいのか、何をしたいのか、全て読めてるような感じですよね、ボール。中田英寿、このボディバランス、中田英寿、中田シルベストルの足だ、このボディバランス。中田もねコンディションいいですし、はい、キープ力もありますんでね、あの彼が持ってる時にもう一人誰かサポート来たいですよね。ただね、中田が持った時は一人二人来てもその後にもう一人来ますんでね、やっぱり意識してますよね。ラムーシからピティ、ラムーシ、ヨーロッパ各地で活躍する、本当にトップクラスで活躍する精鋭揃いのレ・ブルートとフランス代表イレブンです。ブルーのユニフォーム、デュガリー、アンリー、ここは同じ12番、明神、松田、またこの歓声でもお分かりの通り完全にアウェーらしい環境になってきました。そうですね、あとフランスの方は最終ラインを上げて、はい、しかもあの最前線の選手が一度下がってからディフェンスをするんですよ。ですから中盤では本当にスペースがないんですね。ですから一つ中盤を飛ばすやり方も一つかなと。要するに最終ラインにいきなり行ってしまうやり方も一つありますし、逆にやっぱりサイドを思い切りワイドに使って、こういうところですね、起点にして崩していくと。明神から西澤、西澤がしかしすぐに囲まれてしまいます。ですから今西澤が引いてきましたけど、はい、その裏にもう一人
飛び出していく選手が欲しいんですよね。はい、例えばどんな選手ですか、控えメンバーの中などからも。まあ、あのというよりも、はい、その中盤の選手ですね、1人、はい、なかなか飛び出していってもいいです。リザラス、プティ、デュガリー、スーッとここはアンリも自分のポジションに戻ってきている。ジダン、これはラムーシがシュートを打ってきました。サブリラムーシです、ミドルレンジ。しかし今もアンリが定位置と言わんばかりにペナルティーエリアのペナルティースポットの時スーッと戻ってきています。そうなんですよね。このご覧いただいているスロー映像の真ん中です。残り時間が少なくなってきた前半です。あっという間に前半の44分をもうすでに経過。フランス対日本は2対0、フランスが2点リード。いやですから、はい、タラレバを言ってはいけませんが、ね、もしもジダンの PK とあのアンリのシュートを許さなければこの流れはかなり日本にはいい流れということも言えるのかもしれませんが、ただねフランスは立ち上がり、はい、とにかく、まあ、全力と言いませんけどもとにかく点を取るために来ましたよね、あそこが一つのポイントなんですよ。そこを防げるかどうか、そこでフランスは点を取ってそれから少し落としてるんですけども、スピードを落とすというのは最前線の選手をどこからディフェンスさせるかで変わるんですよ。後ろの最終ラインは変わらないんですけども少し最前線の選手を後ろに引いてからディフェンスを始めることで日本がボールを回さなければいけないですね。そうなると時間が作れる、少し休めるんですね。ロスタイムは2分という表示が今ありました。この辺の変化はやはり世界チャンピオンですよね、伊藤照義。さあですから自ら与えてしまった格好のその劣勢に対して後半は日本代表がどこまでも立ち向かえるか、そのあたりをこれ楽しみにしたいという言い方でいいでしょうか。このままでいいと思います、はい、いやフランスはフランスらしさを出してますからね。ジダン、ジダン、フィレス、ジダン、デュガリがフリーでこの手前側にいる。ジダン狙ってきた、ジダン狙ってきた、このジダン。とにかくプレーが丁寧ですね。それと周りをキーパーも含めて全て見てますよね、中田英寿。さあ前半のうちに一矢報いることができるか日本代表。この時です、はい、遠いサイド空いてるんですけどもね、どうしても近いところ近いところにボール行ってしまうんですよね。先ほどあるいは中盤を飛ばすオプションもあるのではないか、はい、イメージとしてはハッサン2世高校杯の時に対戦した時のような、それもありますし、はい、今のように今度はサイドチェンジ、これも有効なんですよね、ところが遠くにボールが行きません、はい、伊藤照義、また近いところ中田英寿です。トライアングルに囲まれている中村俊輔はここにいます。向こう側七海が懸命に動いている。服部に出ます。これ早く七海出したいですね。さあそしていいですね、稲本がつなぐ。七海チャンスだ、カンテラを抜いた七海、中央に石澤、七海、中田、入り方も良かったですけどもね、最後の最後わずかにコントロールがしきれませんでした。中田と西田は2人飛び込みましたけど2点しかなかったんですね、はい、ですから七海は速いボールで合わせるしかないという判断だったんですね。そこにもう1人後ろから稲本あるいはあの伊藤が飛び込んできてよかったんですけどね。西澤、中田、西澤、リザラズに、ここは中田のなりふり構わぬスライディング。リザラズ、アンリー、あーここでファウルのホイッスルか。前半終了のホイッスルです。サンドニスタードフランスからお伝えしています。フランス対日本前半終了。代表エンドが変わってご覧の画面左側にエンドを取ったのがブルーのユニフォームフランス代表です。右にエンドが我らが日本代表、今日は白のシャツ、ブルーのパンツ、白のソックスです。前半終了した段階で2対0。さあ後半の45分で日本代表は世界王者フランス相手にどんなゲームを見せてくれるんでしょうか。解説風間裕さんでフランスパリ郊外のサンドニスタードフランスから衛星中継でお伝えしてまいります。さあ風間さん後半です、はい、日本代表はどう出るべきか。日本の方はあのシステム変えましたよね。2トップにしてその後ろに中田、そして七海と稲本ですね、はい、でサイドも変えましたね。ミルアツ、そして右が伊藤ですか。中村俊輔を下げて左のアウトサイドに三浦篤弘のようです。そして、トップにはあ西澤が下がって、あ西澤いますね。西澤とですから高原の今ご指摘の通り2、はい、トップという格好になっています。ですから他に下がったのは明治ですかね、下がって、そして伊藤照義が向こう側右側のアウトサイドという形になります。日本代表です。森岡、西澤、ツートップの形にトリシエ監督はフォーメーションを変えてきました。一方のフランス代表ですが、
プティが下がって、そして代わりにビエイラが入っているというそんなメンバー交代です。2トップにするとね、一つは前線でプレッシャーをかけられるということが一つありますし、あとはもう一つはそのターゲットをね一つ増やすと、はい、初めからあるターゲットを作るということですよね。それにしてもフランス代表は前半の立ち上がりの時間帯、改めてご紹介しますと、前半9分に松田のファウルで相手に与えてしまった PK、 ジダンに決められてフランスに先制を許し、前半の13分にはピレスからアンリのシュート、奈良崎がこのピッチコンディションが恨むしいというところ掴みきれずにゴールを許して2対0。まあ、フランスの側に主語主軸を置いて考えますと、試合巧者ぶりといいましょうか、うまさがこれ序盤のうちにあっという間に出たということも言えるのかもしれませんが、そう思いますね。もう本当に初めまだこう慣れる前に、日本が、はい、近く早い攻撃を仕掛けて点を取って、そして今度は少しペースを落として、ゆっくり相手を見ると、この辺はうまいですよね。ですからその今の風間さんのご指摘の通りに、フランス代表が落としてきたのだとすれば、日本代表確かに前半は攻められましたが、これはオフサイド、しかし危なかった、アンリの飛び出し、フィニッシュまで持っていって、レフリー今日はスイス人のショコさんですが注意を与えられます。オフサイドになりましたけど、アンリがねこの並ぶのがうまいんですよね、ライン上ね、そしてスピードがありますんで、本当にディフェンスとしたらどういうふうに抑えるべきか、ラインをどこで止めるべきか、これ難しいですよね。しかしそれにしても先ほど来2点目のゴールもそうですが、7番のピレスから12番のアンリへ、アーセナルホットライン、はい、やはりアンリが並んだと、最終ラインと並んだということはもうそのまま出せばスピードで勝つという認識ですよね。高原、中田秀俊、森岡のフィードが起点でした。しかしここはシルベストルです。前半の途中に変わっています、ルブフが下がってシルベストル、さあまたここもピレスからジダン、森岡抜かれた、ジダン、さあ松田は距離を見る、必死の、ここはアンリシュート。いやー今もねアンリが右サイドに流れて、そして逆にジダンが左サイドに出てきたというところですよね。そして1対1の場面で抜き去って、これねジダンいくつも見てるんですけどね、ただ遠くを見たことによってディフェンダーも少し気がそれましたよね。そこにアンリが飛び込んできたと、はい、その目線一つで、はい、そうなんですよね。その辺がやはりジダンの凄さですね。全神経を集中して、前回のそのカサブランカで対戦した時には、はい、失点がなければ自分たちは勝ったかもしれないという思いを松田は当然持っているわけです、はい、それを踏まえてもずっと積み重ねて今日の日に備えてきた、しびれるような思いで今ジダンとの間合いを図っていたと思うんですが、そうなんですね。まあ一つは彼の姿勢の良さと、はい、先ほど言いましたようにもうどこを見てるかわからないぐらい見えてますんで飛び込めないんですよね。ナナミがユニフォームを引っ張ってしまって注意を与えられます、うん、こちらが後半の頭から投入されたパトリック・ビエイラ、この人もアーセナルのプレーヤー。フランスの選手を見てると一人一人の幅というのを感じますよね。幅、ボールを持った時に、はい、姿勢もいいですけども届く範囲が広いということですよね。何かこうそれが一言で言うと余裕があるというふうにこれ多分ご覧になっているこのサンドニーのお客様、はい、そしてテレビご覧の皆さんには余裕という言葉でこう伝わるのかもしれませんが、高原です。シルベストルが絡む、高原は押し下げられてしまいます。シルベストル、ナナミ、稲本、ここね崩したいですね、サイドね。三浦篤弘です。カサブランカはこの人のクロスボールを西澤がダイレクトで決めて、思えば西澤あのゴールがエスパニョールのきっかけになったわけですね。そうですね、アンリー危ないですね。デュアリースルーパス、追いかけっこだ、さあ森岡から入れた、デュガリーのシュート、水際で奈良崎のセーブ、もう失点を許さないというこのオーラが感じられました今の奈良崎のセービング。伊藤照義、またデュガリーか、森岡、本当にアンリを中央に置いて、アンリが動いて空いたスペース、あるいはアンリが、まあ、一番トップに張ってますんでね、そのサイド、そこにどんどん後ろから出てきますよね。これ止めるの難しいですね。ナナミ、西澤はスルーしたような格好、しかしそこに出さいいです。三浦篤弘、ファットリー、オフサイドはない、西澤張っています。ヒレス、ここは
コントロールしてビエイラから一旦カンデラバックパスです。どんなに近い選手でもね、前向きの選手がいたら簡単に預けますよね。フランスの方は無駄がないですね。ここは伊藤照義のディフェンスがファウル。いや失礼、これは高原です。高原と今リザラズのマッチアップ、先ほどのこのデュガリーのシュート肝を冷やしましたが、奈良崎ポスト際よく防ぎました。ノーサイドですけどね、はい、きっちり弾きましたね。あのサイドはキーパー難しいとよく言いますが、そうですね、逆を突かれてしまうことあるんですけども、中田秀俊、さあ中田シルベストルがバランスを崩した、ね、中田シュート。今中田がドリブルで進んで、高原ですかね、スペースを逃げてディフェンスを連れ去って開けましたね。そして中田が余裕を持ってシュート、これいいシュートでしたけどもね。同僚カンデラの脇をかすめていくシュート、セービングに合いました。しかし日本チャンス、一矢報いるチャンス、コーナー中田秀俊、キーパーはパンチングフィスティングで防いだ。まだあるが、ね、はい、ピレスこう何かこう変化があったようにも見えましたが、いかがでしたか、はい、中田の今のコーナーキック、あっとこれはピレスアウト、日本ボールのスローインに変わります。中田秀俊今のドリブルからシュートの足元です。そしてね、よくボールを見て思い切り叩きましたけどもね。さてメンバー交代、ダビド・トルゼゲです。アンリを下げます。ダビド・トルゼゲは現在はセリアのユベントスでプレーをしている選手。こちらが20番がトレゼゲ、そして手前12番がアンリが下がっていきます。もう一人メンバー交代があります。シルバン・ビルトールが入ります。クリストフ・デュガリーアウトです。先ほど決定的なシュートを打ってきましたデュガリーが下がります。そしてこちらがシルバン・ビルトール、この人もアーセナルのプレイヤーです。さあメンバー交代が終わってプレーリスタート、中田から西澤が行こうとしますがオフサイドフラッグが上がってはいます。そのまま流します。リザラズ、さあこうしてさまざまなプレイヤーを投入してくるフランス代表に対して、日本はぜひプライドをかけてなんとかこう何かこう残るものをね、そうですね、見たいところではありますが、まあ、日本のもねまだまだ選手いますんでね、はい、総力をね上げて戦ってもらいたいですね。ピレスからカンデラ、ジダン、丁寧ですよねプレーが。そしてこの辺りのパスのコントロール、強さ、速さ、精度。さあしかし七海、松田も上がっている。三浦篤弘、松田は最前線です。七海が下がった位置、逆サイド振りたいですけどね、バックスタンド側には中田がいる。いや高原、ね、ジュビロホットライン、高原中央は西澤、引いたところに松田。しかしここも強いですね、マルセルデサイの強さ、またピアスだ、ね、またピアスだ、カウンターアタックを食らってしまう。トレゼゲ、トレゼゲ、あここはハットリが体に当ててコーナーキック、うん、ハットリはね落ち着いてコースから防いでいきましたね、はい、ハットリらしさの真骨頂というところではありますが、はい、しかし日本ピンチには変わりはありません。まもなく後半の10分になるところ、あジダンがコーナーフラッグにかけると場内のお客さんが拍手喝采。さあしかしプライドをかけて日本代表、ここは守れ。ジダンからヘディングは変化をつけて、これは決められてしまった。逆サイドに振ってきた、決めたのはシルバン・ビルトール。フランス代表としては9ゴール目を決められてしまいました、シルバン・ビルトールです。今ジダンのねフリーキックはこれねストレートの速いボールなんですよ。そしてこの線ですね、この線にボールをぴったり3人の線に合わせて、そしてあったともう一度逆サイドに振って、完全にもう日本のディフェンダー振られましたね。ジダンのコーナー、シルベストルから最後はシルバン・ビルトール、3対0リードが3点に広がっています。フランス対日本は3対0、フランスのリードが3点に広がっています。つい先ほどまたしてもフランス代表はメンバー交代、ピレスを下げてヨハン・ミクーが投入されています。おっと今は奈良崎と森岡どうしたんでしょう。ちょっとね余裕はあったと思うんですけども、少しね気が合いませんでしたね。これちょっとミスを気をつけたいですね、
激しい雨が上がったばかりのスタードフランス、手元の寒暖計では気温自体は15度というふうに表示がありますが、風がない分まだいいんですが、かなり肌寒く感じられます。雨上がりのサンドニスタードフランスです。デサイ、あとはやはりこのデサイを前に引きずり出す、あるいはサイドに寄せてデサイがいないところを突くというのもね、これ狙わなきゃいけないところですよね。ビルトール、これはオフサイドないという不審のジャッジ。ビルトール、三浦篤史のディフェンス、後ろから奪い取った服部です。そして七海、回されましたけどね、よく戻りましたね。粘り強いディフェンス、そこは服部です。さあ中田秀俊、またドリブルで来る、先ほどと同じような位置、中田秀俊、あっとデサイだ。デサイの幅広いんですよね。中身から、さあチャンス、西澤、シルベストルが体を入れてきた、そしてキーパーラメが抑えた。今デサイを一つ超えたところですね。中田がデサイをこちらに引きずり出して、空いたスペースに西田が飛び込んでいったと。これいいですね、いい攻撃ですね。そしてそこを見逃せなかった三浦篤史のお膳立てのパス。はい、そうですね。さてここでご案内です。2002年6月のワールドカップまであと433日。このフランス代表は前回優勝国、日本代表はホスト国として、フランスで日本と韓国のワールドカップに。さあしかしここはビルトールからトレゼゲ、ゴールを決めた。4対0、後半の16分。とにかく最終ライン並ぶと怖いですから、少し今のは全体が下がる、あるいは思い切って上げる、どちらかこれね迷います。ここも完全にね中央に入られてるんですね、ディフェンダーとディフェンダーの間に。そこに位置されて背後を狙われますんで、これしっかりマークついた方がいいですね、今日は特に。松田と服部の間、はい、まあ、日本代表はずっとトルシエ監督になってから、はい、フラット3というやり方を敷いているわけですが、ここは多少相手に応じてという。そうですね、とにかくスピードがありますし、はい、これを常に狙ってるんですよ、ですからここ逆に言うとフラット3の弱点でもあるんですよね。そのディフェンダーとディフェンダーの間に並ばれるというのがね。4対0に変わりました、フランス対日本です。さあここは日本チャンスか、西澤、デサイが入ります。お知らせです。2002年の6月のワールドカップも迫ってきましたが、フジテレビではプレワールドカップともいえます FIFA コンフェデレーションズカップの地上波独占放送権をこの度獲得いたしました。さあここはトレゼゲ、トレゼゲ、伊藤トリオシカ、しかしここはフリーキックですね、フリーキックを与えてしまいました。さてお知らせの続きです。コンフェデレーションズカップ、この大会はワールドカップ開催国日本、韓国に加えて今戦っているフランス、ブラジル、カメルーンといった世界の各大陸チャンピオンが優勝を争いますビッグイベントです。フジテレビではこの FIFA コンフェデレーションズカップの日本が出場する全試合と決勝戦を生中継します。また CS 放送スカイパーフェクト TV ではこのコンフェデレーションズカップの全試合を中継いたします。どうぞお楽しみになさってください。いやー、これそうですね、左足で蹴ってきますかね。手前側がラムーシ、向こう側がズダンです。これは何でもできる、まあ、蹴る方としたらね非常にいい位置ですけども、ディフェンス側からしたら嫌な位置ですよね。壁5枚、その向こう側にビエラがいるか、流してリザラズ左足、中田よく読んでましたね。さあまだ気は抜けませんが、ここは七海がクリアをしてボールをタッチに出します。今のは中田の読み勝ちですよね。まだフランス代表はスローイン、カンデラから風が出てきたスタードフランスです。画面は先ほどのトルゼロの下のゴールのシーンを再生しています。その間に日本代表ボールをキープしている。さあ日本チャンスだ、三浦篤史、向こう側中田秀俊、三浦篤から中田、受けきれない。しかしもう一度三浦篤史、さあ西澤が前に上がっていく、向こう側には高原がいる、ビエイラです。そしてオフサイドのフラッグが上がっています。ちょっとね、中に入るのはいいんですけどもね、とにかく外の方に引っ張って引っ張ってね勝負したらいいと思うんですよね。決して中に入ることは悪いことじゃないんですけども、ドリブルしたら逆に少し外に開くぐらいのドリブルをすると逆にスペースが空くんですけどもね、他の選手が入る。高原と西澤で釣ったところ、しかし中田突破できなかった。ミクーです、ヨハンミクー、ジダン、ジダンはこちら側に振ってきた、ビルトール、ビルトール、少しずつフランス代表の側からしたら日本を追い詰めているというそんな感じの攻撃。ナナミが一旦バックパスで落ち着けます。
これやはりね、先ほどトレゼゲに最終ラインの背後やられましたんで、怖いんで全員が下がるんですよ。それはなきゃいけないんで、そうするとそこの中盤のところにね、相手が開くんですよね。特にサイドに西澤対、ここはラムーシです。そしてミクー逆にバッター、ナナミチャンス、ナナミ縦に高原へ、タンデラだ。今いいカットしてね、はい、高原もいいとこ走りましたけども、この辺の1対1の対応というのはやっぱりフランスうまいですね。そのうまさに日本代表としては翻弄されていると。そうですね、デサイがとにかく最初ライン止めたらすぐ出てくるんですよ、はい、そしてその背後を今度は両サイドの選手がカバーすると、この辺はやっぱりね、一つ見るべきものがありますね。ラムーシが前に振ってきます。見てますよ。バックスタンドがズダン、オフサイドはない。中央トレゼゲ、ウィルトールもいる。トレゼゲ、松田のヘッド。しかしまだボールはフランス代表のボール。ミクーです。稲本がつく。さあ、イリザラザー上がってきた。そして一旦ここはラムーシに返して逆サイドに振ってきた。ビエイラ、カンデラからビエイラです。ビエイラ、ラムーシ、これは流れた。リザラズはどうだ。ボールがタッチを出ています。さて、先ほどのお知らせの続きです。コンフェデレーションズカップの放送について先ほどご案内しましたが、同時にワールドユース選手権、前回ナイジェリア大会では日本チームが歴史的な準優勝を果たしたあの大会、今年はアルゼンチンで行われますが、ワールドユース選手権と17歳以下のアンダーセブンティーン世界選手権もやはりフジテレビとスカイパーフェクト TV で放送いたします。A 代表、それからアンダー20、アンダーセブンティーン、3つの世代の日本代表の世界の挑戦をどうかお楽しみいただきたいと思います。放送のご案内でした。さあ、西澤、中田が連動、西澤、高原、笛はありません。コーナーキックにしかしなります。今西澤がね、積極的に前を向いて仕掛けたところから始まりましたけども、やはり高原、西澤、中田が前を向いた時はね、強いですから、これどんどん繰り返したいんですけどね。ただフランスの最後のペナルティの付近のディフェンス、慌てないんですよ。さあ、日本コーナーキック、三浦篤弘です。どんな魔球を繰り出すか。しかしちょっとピンチコンディションが恨めしいところ、取りたいですね。篤の右足はどんな曲線を描くか。ビエラのヘッドです。七海か、森岡、服部、もう一度向こう側に振ってくるが、ジダンのカット、いいですね。ビルトール、反対側にはトレゼゲがいる。ビエラ曲がってきている。さあ、ミクーだ。ミクーからトレゼゲ、5点目が入ってしまいました。今も完全に後手後手ですね。トレゼゲのこの試合2ゴールです。最後はミクーからトレゼゲ、もう完全にフラット3の弱点の間ですね。後半の23分、5対0です。中澤が今度は入ってきます。森岡アウトです。ここまではメンバー交代、西澤がアウトで城彰二が投入、稲本アウトで望月が投入、そして今つい先ほど中澤が投入されました。5対0、フランスが5点のリード。さあ、とにかく何かを残そう日本代表。三浦篤弘、サイドチェンジ欲しいですけどもね、はい、したがって今の時点では3バックは手前側から服部、真ん中キャプテンマークの松田、向こう側に今入ったばかりの中澤です。中盤の底、伊藤輝義と今一時的に七海、そして中田英寿、向こう側には望月か、そして上昇した高原の2トップ、手前側の左のアウトサイドには三浦篤弘という、こんな布陣に今の段階ではなっています。ジダン、ビルトール、ジダン、カンテラ、ジダン、懸命にナナミが迫る。しかしカンデラにパスを出される。カンデラ、ミクーからビルトール。さあ、中田、ここはチャンスだ日本。中田、向こう側に高原、手前側に城彰二、ね、カンデラが戻ってきた。城です。向こうにビエイラ、1対1の状況。デサイもいる。シュートで来るが滑った。さあ、カンデラに城が奪いに来ます。
ななみといえども足元を救われてしまった形、シュートの時にバランスを崩してしまいました。そしてジョー、やっぱりね、日本が少し必要なのは、はい、ポジランのプレーですね。先ほどの、はい、思わず悔しいという中田からバックスタンド側に、これはサイドチェンジ、しかしも続きありません。あの先ほどの話ですけど、一つ、はい、やはりオランあのフランスのその前の選手ですね、違いというのはね、スペースを空ける動きをするんですよ。必ずしもボールをもらうだけではなくて、次の選手が入るために空けるスペースを作る動きをするんですね。日本の方はほとんどの選手がボールが欲しいというボールに向かっていく動きばかりなんで、組み合わせがないんですよ。それによってなかなか、まあ、当然相手の一人一人も強いんですけども、なかなかボールが逆にもらえないということになりますんでね、その辺の人を使う、あるいは人に使わせるスペース、この辺の発想も日本大事じゃないでしょうかね。ゆっくりとボール回し、ズダーに対するボールは松田、そしてここはボンバーヘッド中澤が対応。さあ三浦敦弘、これで逆サイド欲しいんですけどね、上昇時中央、逆サイド振ってきた、それはね、ななみのところから本当欲しいんですよね、はい、時間かかってしまうんですね。中澤のオーバーラップです。その中澤へ落ち着き、しかし一つ一つのプレーにどうしても時間がかかってしまいました。ジダン、中澤、ななみ、中田秀俊、中田秀俊、前に上昇時巻きましたね、シュート、いや、しかしここもセーブにやってしまった中田、本当完璧に近いシュートですけどもね、これよく触りましたね。あの股の間抜けてきて、非常にキーパーとしては難しいんですよ。デサイの股の間でした、はい、さあ中田秀俊、今度はこちら側からのコーナーキックです。守るキーパーラメ、伸びたボールはちょうどラメのところでした。いや、しかし中田秀俊、前半にはポスト直撃の惜しいシュート、今も本当に惜しいシュート、本当に中田個人的には素晴らしいプレー見せてますし、ミクーニはここは当たって7人のディフェンスです。三浦敦弘、非常に素晴らしいんですけどもね、はい、その中田、デサインは見送ってキーパーに任せます。ウルリフラメ、後半の31分、5対0に変わっています。フランス対日本、ビルトール、ミクー、ビエイラ、トルゼゲ、ビエイラ、場内はまたウェーブが起こっています。満員のサンドニスタールフランス、タンデラ、ジダン、ラムーシ、この時ね、もう一度マーク掴みたいんですよね。リザラズ抜ける、ビルトール、トルゼゲが中央で手を挙げた、リザラズもペナルティエリア入ってきた、さあビエイラ、パトリック・ビエラ、結局シュートできました。今助かりましたね、はい、リザラズに当たったんですかね。そうですね、もう一度ご覧いただいています。ビエラのシュート、リザラズに当たって変化、結局ゴールキックです。さて日本代表、またメンバー交代です。中田浩二が入ります。ハットリアウトです。5対0、フランス対日本は5対0になっています。後半の36分を回っています。フランス代表対日本代表は5対0、つい先ほどもカランブーが投入、リザラズに代わって入っています。そのカランブーが手前側、右のアウトサイド、そして先ほどまで右をやっていたカンデラが向こう側、左サイドに回っています。そして5対0、余裕の状況、風が出てきたスタードフランス、場内はブーイングの中、もっと攻めるところを見たいという、これ最速なんでしょうか、フランス代表サポーターの。そうですね、そんな感じしますね。ジダン、ミクーです、これは楢崎、後半の37分を今回ったところです。リザラズに代わってカランブーが投入されています。そのカランブーが右のアウトサイド、向こう側にはカンデラが回っています。フランス代表対日本代表は5対0、大量リードのフランス、屈辱的なリードを許しています日本代表です。さあ終盤、何か一つぜひ、ラムーシ、カンデラ、ジダン、トレゼゲ、カンデラ、ジダン、
懸命に追ってプレスをかける日本代表、白のユニフォームトレゼゲ、シルベストル、デサイ、まあこれね、最終ラインにかなり日本並んでるんですけども、マーク掴んでない選手が多いんですよ。ですから前に出てマークを掴んでもう少し押し上げないと中盤の選手がね、これ回されるんですね、きついんですね。さあカンデラ来る、トレゼゲ、ウィルトールがいる、流す、ここにいるのはミクーダ、シュート、コーナーキックです。向こう側のコーナーフラッグを指差しています、主審のショッコさんです。奈良崎のセービングです。もう一度ご覧いただきます。はい、ただここもねラインに5人揃ってるんですけども2人にやられてしまうんですね。ですからとにかくマークを掴むというのはこれ大切なことですね。ショートコーナー、ジダンからカンデラ、ジダン入れてきた、中澤のヘッド対応です。まだ危ない日本代表、クリアだ、三浦敦弘、高原クリアしきれていない、ビエイラ狙ってくるか、コースには行きません、奈良崎です。中田浩二、七海、伊藤照義、中澤、望月です。中田秀俊へ、アンデラ、どうしても日本の方はボールをもらう動き、ボールを出す、ボールをもらう選手と出す選手2人だけの関係になってしまいますよね。ミルトール、デサイ、中田秀俊がプレッシャーをかけてもスッといなします。カンデラ、望月、抜かれた、ジダン、ここは中澤が完全に前に出て追っていきましたがファウルの笛、フランスボールです。ジネリーヌ・ジダン、ミクー、ラムーシ、パルマの2人、ビエイラ、カランブーがスーッと上がってきてスペースを埋めた。これ最終ラインね5枚揃えてるんですけども、はい、怖いのは分かるんですけど相手いませんから前にね中盤の選手は出てくるべきですね。それじゃないとあの1人2人で中盤追っかけてもねボール取れないのと疲れてしまうんですよ。そしてボールを奪っても今度は前に行けないですからね。十分に選手たちもそれは分かってはいるはずなんでしょうが、やっぱりそれはねコントロールするべきですね、はい、あの積極的な守備と、はい、いう意味でねもっともっと怖がらずにやっていいと思うんですけどね。城、中田、望月、中央寄りに高原です。左右に少し小さい距離で動いています。中田秀俊、ビエラのファウル、場内はカランブーコール。その間に日本代表距離がありますがフリーキックのチャンスを得ています、うん、5対0フランス相手に日本は5点ものビハインドです。さあ後半の40分を回りました。中田か七海か、中田で来る、ヘディングに合わせてきた高原、その前にこれはオフサイドのフラッグも上がっています。高原直弘です。そして中田秀俊、中田自身は、ね、非常に調子もいいんですけどもね。2001年、来年のワールドカップ本大会に向けて日本代表予選を戦わなくていい、予選を逆に言うと戦うことができない日本代表、大切な1年の始まりはこのアウェーの地フランス、パリ郊外のスタートフランス。しかし屈辱的なリードを許しています。5点のビハインド日本代表、これなかなかマークつかめないんですよ。ビルト後ろがカランブ、中盤から出てきますね選手がね、怖くて下がりますね。ビエイラ、中田浩二がつく、ビエイラここはなんとか踏ん張った、今はいい対応でしたね、1対1もね。アントラーズの中田浩二です。ただし先ほどから言いますように後ろから出てくる選手は怖いんで、はい、まあ、フラットスリー常に横に一直線ですよね。ですから怖いですから3人ピン下がるんですよ、はい、でも1人しか出てきてないわけですからあと2人余ってるんですよね。そうなると中盤のところで人数が相手の方が多くなるということですね。ジダン、カンデラ、ジダン、望月はかなり前に後ろに走らされます。その通りですね。カンデラ、ジダン、ジダン、カンデラ、ここはさすがに中澤が切ります。ホームフランスに翻弄された格好の日本代表です。これ一つの課題でしょうね、最前線の速い選手がいるチーム、そして2列目から飛び出してくるのが非常にうまい選手、それに対してのこの最終ラインをどういうふうに止めてどういうふうにコントロールしていくのか、これ一つ課題になると思いますね。一度やっている相手フランス、そして
よく知っている選手ばかり、ヨーロッパの各国トップリーグでやっている選手ばかりです。あっとこれはジダンとの方、そんな選手がいて相手の出方、例えばアンリが速い、トレゼケが速い、これは分かってはいます。それで臨んできたはずです。ですが結果的にはこの状況、はい、ですからこの辺はやっぱりまた全て自分たちの、ね、ペースでやればいいですけども、ダメな時にどのような対応あるいは変化をつけることができるか、これもチームの幅ですからね。ミクからビルトールが最後来ました。中澤が体を寄せていました。ただこれもそうなんですよね、ずれてきてずれてきてボールサイドに、当然選手ずれますからフラットスリーがね、そしてその一番遠いところをやられましたけども、この幅だとねもうゴールの近くですから、はい、これも怖いですよね。デンジャラスゾーンでギリギリのプレーをしなくてはならない、そうするとリスクが高まると。はい、ニクーです。ビエラはスルーした。ラムーシ、カンデラ、ジダン、ナミゴウ、カンデラ、また先ほどと同じパターン、もう続き走らされます。ジダン、ラムーシ、もう常に2対ラムーシクロスなんですよね。ここは中田浩二のヘディングでクリア、カンデラが拾います。もうまた2人ですよね、2対1ですよね。またジダン、ジダン、2対1ですね。ジダン、ここはオフサイドだ、オフサイドですね。最後ラムーシに渡ったところで中央に張っている選手がオフサイドだったようです。ただ今ね、最初にやはりね、まあ、ここはオフサイドなんですけども、これですね。そして最初の人数はね、はい、もうどんどん下がってきますんで、中盤でどうしてもね数的に作れないんですよ。44分回りました。残り時間が少なくなってきました。フランス対日本、七海、中田、中田英寿です。上へ、いいボール出ましたね。さあ上はどうする、高原中央、中田英寿上がってきている、またデサイです。七海、もう一度もう一度、日本、三浦篤弘、中田英寿倒された、フリーキック、44分30秒、クリスチャン・カランブーの足がかかってファウル。完全に逆をつきましたね、これいい位置ですね。さあ三浦篤弘の右足か、七海浩の左足か、中田は悠然とゴールマウスの方に近いところに行く、巻いていくでしょうね。三浦篤弘、もったいないですね。圧ボールとでも言ったらいいんでしょうか、あのグッとこう下がるボールにはなりませんでした、はい。まあ、なかなか確かにね、1対1の場面とかあまりないですから、どうしてもこう試合に乗り切れない、ペースつかめないというのはあると思うんですけどもね、はい。ロスタイムに入っています。フランス対日本です。さあ終盤またボール回しはジネディネ・ズダン。ロスタイムは3分と今発表がありました。場内、ビルトール、トレゼゲ、ビルトール、2人で攻撃してしまうのか、懸命にしのいだ。日本ボールです。三浦篤弘がディフェンスで頑張って最後は持ち続き、まあね、この持ち続き奪いましたけども、その前ですね、完全に最終ライン3人を逆サイドに寄せられて、その背後にボールを通されてますので、そこで起点されてもう危なかったですけどもね。三浦篤弘から高原は通らなかった。カンデラ、ジダン、ジダン対野上、ビエラ対中田、カンデラ、ビエラ、ラムーシ、デサイ、ラムーシ、シルベストル、アンデラ、もうプレッシャーかけられないですね。確かに球離れも早いんですけど、フランスのアンデラ、アンデラ、ジダン、手前側にはもうすでにトレゼゲが張っています。さあチャンス、ビルトールから、ビルトールからトレゼゲ、足元シュート、来た、キーパー奈良崎よく取った。こぼしてしまったボールはクリア、ただし今もう完全に振られてますから、はい、これね、やっぱりもうとにかく人を捕まえないとこれダメですね。ここも2人いるんですけども、2人とも捕まえきれないんですよ。最後はトレゼゲのポストプレーの形からラムーシのシュート、なんとかしのいだ日本。またラムーシ、ここは松田、ですから1人が1人行って1人がカバーと、はい、これ徹底した方がいいですね。ミク、ワントラップからシュートは打たせなかった。中澤カバーしました、ね、しかしコーナーキックです。ロスタイム3分表示ですから、残りあと1分を切っている計算。47分20秒、
さあクリスチャン・カランブーがこちら側からのコーナーキック蹴ります。ニクーも待ち構えている。さあ奈良崎、微妙な変化は、ここは中田浩二がクリアをしたボールをカンデラがキープします。時間を稼ぐラメー、無情に時が過ぎます。シルベストル、それぞれはここにいます。ニクー、カンデラ、ジダーン、カランブー、ボール奪いたいですね。とにかく試合終了です。2001年、そして新世紀日本の初戦、フランス対日本は5対0の大敗です。風間さん、一言お願いします。そうですね、やはり本当にフランスね、日本になるようなところたくさん見せてもらいましたので、もう一度ね、課題をしっかり修正して次に臨みたいですね。日本代表大敗、この5対0という結果をもとに、ここから我らが日本代表はどんなチームを作り上げてくるのか、この先をぜひですね、はい、我々としてはしっかりと、そうですね、これを教訓にしてもらいたいですね。はい、風間彌弘さんの解説でお伝えしてまいりましたフランス対日本。お伝えした通り5対0、フランス相手に日本は敗れました。